い、まだまだ続きます。あとラスト2つ、黒い手作りの鉢にサボテンあと2つ入れたいと思います。もういいや、もう失敗してもいいやって感じです。とりあえずもう植えちゃえって。本当に買ったままの鉢だと愛着がないんですよね、これね。こういうのやと思う。で、ちゃんと自分の鉢に植えないと、なんか所有物になった気がしないっていうか。これ何だ、これ黄金司というやつ。サボテン痛い。黄金司よいしょ。で、次が金シャチ。金シャチ結構有名なやつですよね。これ痛い。痛い。これのでかいやつはすごい高いんですけど、これは200円か300円ぐらいの売れ残りです。はい、金シャチ。大きな鉢に入れて置いときゃなんとかなるでしょうって。はい、金シャチ。終わりました。金シャチと黄金司完成。はい、ほんまにこれで今日は終わりです。言うてもめっちゃやりましたけど。